ます。はい、こんにちは。今回、長野ロキシーで、公開している女たちの都和弦音源の監督をしました、祈りと申します。うん、女たちの都、タイトルだけだとすごく硬いイメージがあったんですけども、すごく笑える作品になってると思うんですけども、その辺どうなんでしょうか。はい、基本的に僕はコメディが好きでコメディを作りたいと思ってまして、日本の割とコントっぽい笑いじゃなくて、割とクスクス、ね、10分に1回ぐらい笑えるような映画を作りたくて、それで今回のを作ったんですけども、まあ、タイトルはちょっと女たちの都ですからね、なんかすごくなんか女がきっちりしている映画かと思うんですが、それではなくて笑える映画を作りました。なるほど。まあ、舞台が天草ということで、その辺を選んだ理由っていうのは何かあったんでしょうか。もうやっぱり素晴らしい美しい街なんで、ずっとそのこれを一番最初に企画したのが天草の女の子なんで、そこで天草を選んだっていうのがあるんですけどね。その映画スクールの、そうですね、離れた、はい、じゃあ何か熱意があったんでしょうか。それやっぱり情熱ありましたよね。だからすごいどうしても天草で映画を作るんだっていう女の子のやっぱり気持ちなんで、それは本当に情熱があって、前もうね、すごい企画書も書いて一生懸命それが実現するんだということを信じてやったんで、それは良かったと思いますけどね。まあ、内容的に言いますと、その、まあ、天草という舞台でその村おこしじゃないけども町を、活性化するというような、ね、そういう題材だったと思うんですけども、基本的にこれが本当にもしこの映画で最後に街が活性化したら多分嘘だと思うんですね。そんな簡単に街ってのは活性しないんですよね、うん、やっぱり行政の力もあったりいろいろするんですけども、うん、ただやっぱりきっかけっていうのは何でもあるわけで、そのきっかけを作れるような、それこれを見た人たちが自分たちの街もとか村もとかってちょっとでも思ってもらえるようなね、きっかけになればいいなと思っては作りましたけどね、うん、まあ主に女性がこう中心になって活動されたと思うんですけども、まあそれと市とか役所、役人とのこう、いろんな対決とかそういうのも描かれてたと思うんですけども、その辺はかなり取材されたんですか。はい、やっぱり、基本的には映画っていうのは僕は反社会的なもんだと思ってるんでやっぱりその警察にこびるとか市役所にこびるとかっていうのは見たくないと思ってたんで、それはだいぶ取材もしましたし、やっぱりそのでましてや、やっぱり日本って未だにやっぱり男社会だと思うんですね、うん、女の人が何かしようとすると女なんか何ができるんだっていうところはあるんで、そういうところに取材したらああいうふうなこともね、出てきたっていうところがありますけどね。実は私一箇所泣いてしまったところがあるんですよ、はい、それは最後の、長濱さんですかね、長山愛子さん、長山愛子さんの演ずる、子供家族っていうのはね、はい、特にその血筋とかそういうことじゃないと、一緒に生活することが大事なんだよっていうその一言を私なんかジーンと来ちゃったんですけども、はい、やっぱりね、不妊問題って今やっぱ日本全国でもあれなんですけど、やっぱお子さんができない家族の方もいらっしゃいますし、その時にどうするかってやっぱいろんな選択肢あると思うんですけども、やっぱそこででもやっぱり結局一緒にいる時間が大切じゃないですか。なるほどね。だけどそれをもそう思ってほしいな、血縁ばっかしってことでもなく、やっぱりね、でも結局大人になったらやっぱりいろんな人に支えられたりとかするわけで、結局はその血を超えたねとかいう形が分かってもらえればいいかなと思いましたけどね。ありがとうございます、はい、今後の予定はどんな感じでしょうか。今次回作に向けて一生懸命本書いておりますんで、それが実現するかどうかわからないんですけど、頑張って書いておりますんで、また次回作を今度青春ドラマにしようと思うんで。あ、そうですね。もうおばさんたちは大変なんで若い、ね、若いというか20代の映画を作ってみたいなと思ってますんで。なんか舞台挨拶の中にもありましたけど、もし地元に来て映画を作ってもらいたいっていうようなことがあれば、どうなんでしょうか。もうぜひご協力しますし、僕もそれはもうお願いしてるんで、僕長野に1年半ぐらい住んでたこともあるんで。そうなんですか、はい、ね、だからぜひともそれは協力させてもらいたいと思いますし、でもそういうのでね、なんかみんなが一致団結できればいいかな、それが映画なんで、もしできれば呼んでください。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。